メテオストライク。てめえ！ちょっとね、一体何がどうしちゃったの？いや、なんか急に力がみなぎって。なんだそりゃ。ひょっとしたらひょっとして、もしかしてそれはその頭の隕石の力では？人間の脳の大半は最新医学ですらまだ解明されていない、いわば人体のブラックボックス。そこに宇宙船を大量に含む隕石が一つのパーツとして組み込まれたことで何らかの特別な作用を引き起こした。だとすれば、モルダーどころじゃない、スカリーもびっくりだ。力なき正義に意味はなし。しかし今ここに言うことはそれだけかい。おい、偶然突発的ながらも奇跡の力が誕生した。どうもすみません。いえいえ、バイバイ。バイバイ隕石のお兄ちゃん。それからの深夜は八面六臂の大活躍、町中の便利屋。うわー、てめえぶっ殺す。このままではすみません。もとい人気者となっていた。バイバイ深夜ちゃん。またね。おお、寄り道するなよ。深夜。おお、千穂ちゃん。N 型日報見たわよ、すごいじゃない。次は全国紙の新聞から取材来るんじゃない？和月信弘さんからまさか。今は例の隕石群で話題持ちきりだからね。どでかいのが一つ落下するって NASA が発表して世界中で大騒ぎ。バカみたい。そんなの海にぼちゃんよ。陸地なんて地表の 30% しかないんだし。ねえ、最近はどう？不良たちに絡まれたりして何か困ったりしてない？全然。すこぶる会長だよ。あ、そう。お、変わったね、深夜。今まではずっと深夜が先走って私がフォローして実の兄弟みたいだったのに、なんかつまんない。隕石の力なんて深夜には似合わないよ。そっか、似合わないか。あ、でも僕は千穂ちゃんのルーズソックスの方がずっと似合わないと思うよ。死ね！もういい！せいぜい浮かれて街中の人にこき使われてろ！番組の途中ですが、ここで報道部より臨時ニュースです。つい先ほど NASA が懸念されていた大隕石の落下地点の算出に成功したと緊急発表しました。発表によりますと、落下地点は日本の N 型圏 S 群 K 町付近、誤差はプラスマイナス。お、内閣は午後6時に。へえ、ここに落ちるのか。すごいな、本当に算出できたんだ。ここの近くの軽視に原発あるから結構ヤバいんじゃ。メテオストライク。 S 群および半径 10km 以内の地域に避難勧告が出されました。該当する地区の住民は指示に従い速やかに避難してください。慌てないでください。 NASA の落下予測時刻までまだ十分あります。徒歩の方は駅前の臨時バスに乗車してください。バスの便は十分ありますので走らないで。ねえねえ、どうしてみんなで一緒にお外に行くの？大きな石が空から落っこちちゃってね、ここじゃ危ないからよ。じゃあ深夜ちゃんに頼もうよ。深夜ちゃんならきっと何とかしてくれるよね。そうだ深夜くん、彼の力ももともと隕石がもたらした力。隕石突き刺さっても死なないあいつなら。世界一の強運と強運を合わせ持つ深夜くんなら。兄貴認めたかねえが、ひょっとしたらあいつなら。深夜なら。深夜、大隕石食い止めてみるってちょっと正気？頭の隕石とはレベルが違うんだよ、分かってんの？ねえ、大隕石ってやっぱ熱いよね。軍手だけで大丈夫かな？聞けよ！街吹き飛んだってまた立て直せば OK じゃない。原発だってちょっとやそっとで放射能を漏らすほどヤバじゃないわよ。けど街中の人が僕の力に期待してるなら。みんなパニックって気が動転しているだけなんだから、そんなの真に受けない。今までみんなにいいとこ見せてた手前、もう引っ込みがつかないってんなら大丈夫だから、あたしがちゃんと守ってあげるから。さあ早く、今ならまだ間に合うから。違うよ、そんなんじゃないんだ。街は壊れても直せばいいって言っても、やっぱり防げるものなら防がなきゃと思うんだ。そして
万に一つでもその可能性があるとしたら、やっぱりこの奇跡の力だけだと思うんだ。千穂ちゃんは力なき正義に意味はなしって言ったけど、力があっても及ばないかもって思って何もしなければ結局は同じ。正しいと思うことをするのに立ち止まっていちいち考えることなんてないんだ。さあ千穂ちゃんも早く避難して、ちゃんとこれかぶって。深夜よし、ドンピシャリさあ、こう！この衝撃ダメだ、潰れる。全然甘かった。やっぱりびっくり人間に毛の生えた程度の力じゃ到底無理だったのか。あ、また走馬灯。今度こそ本当に死ぬ。変わらない、いつもの深夜。自分が正しいと思ったらどんな相手にだって立ち向かう深夜。頑張れー、負けるな深夜。お願いだ、僕の隕石。今一度、もう一度だけこの僕に奇跡の力を。結局、深夜の活躍はうやむやになっちゃったね。そりゃそうだよ。大隕石を軍手一つで食い止めたなんて誰も信じないって。僕自身信じられないくらいなんだから。まあね、正直言うと私もちょっとね、奇跡の隕石砕けて消えちゃったね。うん、ちょっと残念だけど、あの隕石は宇宙からの贈り物で、メテオストライクを食い止めるために降ってきたんだって思えば。で、深夜ならその役を必ずやってくれると思ってぶち当たった？それじゃあまるでファンタジーだよ。でも、あの隕石は私に本当の気持ちを気づかせるためにも降ってきたと思うのは。あ、失敗。下手ね。ちょっと貸してみ。それこそファンタジーだね。人の願いを叶える隕石の物語、メテオストライクはこれにておしまい。だが、しかし。先生、それ。ああ、例の隕石少年のレントゲン。表に出ていた部分はなくなったけど、中の部分は一層食い込んでしまってる。これはもう死ぬまで絶対取れんな。奇跡はまだまだ終わらない。チャンネル登録はこちらから。おすすめ動画はこちらから。コメント&高評価もよろしくね。